神戸西村コーヒー店は神戸市中央区を中心に展開している日本の喫茶店チェーン。1948年に現在の中山手本店の敷地の一部にあたる場所で雑貨店として創業。京都から仕入れた菓子の売れ行きが良かったことからテーブル3セットを据えて喫茶店として創業し、日本で初めて自家焙煎のコーヒー豆を使った。 ストレートコーヒーを提供した。また、カプチーノコーヒーゼリーなども日本では全国的に導入していた。コーヒーが市民権を得たのは戦後間もない時期であった。太平洋戦争中や戦後しばらくは大用コーヒーといって大豆をコーヒー豆に見立てたものが流通していたが、西村コーヒー店はそんな時期から山宮中山手のハンター坂近くに店を カマエ、ブルーマウンテン、キリマンジャロ、モッカといったブランドのコーヒー豆を使い入れたコーヒーを提供する女主人が経営する小さな喫茶店として地元では評判になっていた。1964年から有田市で製造した特徴的な肉厚のコーヒーカップを採用するようになっている。1974年には フランス料理店を併設した日本初の会員制喫茶店として北野坂に志村コーヒー店を設けた。すべての店舗の内装は華やかかつシックなヨーロッパ調の調度品に統一されている。またすべての店舗が直営店であり、全国展開は目指さず地元、神戸、阪神館に限定している。コーヒーを入れるのに使う水は宮水を使用し毎日組み、 朝5時にケーキを焼き、翌日には一切持ち越さない。このため現在の直営11店舗に配送するだけで、手一杯でこれ以上店舗数を増やす計画はない。コーヒーを入れる作業は、最低3年以上、修行を積んだ従業員にしか認めず、サンドイッチを切る作業も、正社員以外には認めないなどの厳しい内気を設けている。 正社員に定年も設けておらず50代のウェイトレスも少なくない。2013年現在、11あるすべての直営店舗は設計から電気配線に至るまで現経営者である吉谷博光が自ら指揮を取っている。2020年4月現在、神戸市を中心に京急店舗を展開している。震災直後の神戸西村コーヒー店中山手本店。 1995年1月17日撮影1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災の際、中山で本店は内壁、外壁のレンガが倒壊し4ヶ月余りの休業を余儀なくされたが、修復工事を経て6月1日に営業を再開した。修復に際して、 建物には鉄骨を入れる補強工事が施されたが、2005年には建て替えられることとなり、2006年にかけて新たに5階建ての建物が新築された。会員制喫茶店であった北野坂に、志村コーヒー店は、震災を機に一般客にも開放され、現在に至っている。ありがとうございます。